アンモライトを中心に金とダイヤモンドで作ったイヤリングとペンダントシューズマーカーソーシングとは指輪やネックレス、ペンダント、イヤリングなど衣類と合わせて身を飾るための工芸品である。ソーシングは外敵から身を守る目的で魔力があるとされるものを常時身につけたのが始まりであり、送信目的ではなく、呪術的な意味合いを持っていた。支配者階級が出現すると、 自分の権勢、身分の高さを他者に示す目的で身につけた。宗教が発展すると神とのつながりを目的として十字架など、宗教的なシンボルを身につけるようになる。さらに社会が裕福になると、一般階級の人間も身につけるようになり、やがては、本来の目的ではなく純粋に、美しさを目的としたものに変化した。創心具を用いて着飾ることは一部の民族。 文化から広まったのではなく、世界中で見られる現象である。それらは埋葬されているものや壁画、伝統的装飾品などからも伺うことができる。もともとは花や好み、貝殻、動物の葉、牙、角などを加工、組み合わせて作っていた。現代では、クリスタルガラスやプラスチックなど様々な素材のものがある。日本では、縄文時代から、 耳飾りや腕輪などの送信具が見られ、古墳時代には土金の施された鮮やかな混同性送信具が作られた。詳細は日本における送信具の歴史を参照現代では金、銀、プラチナなどの貴金属製のものが多く、近年ではまた男性が着用するのも一般的になった。講義では神社のお守りや登山者がつける熊よけの鈴、王冠、尺状、ベルト、さらには 社員の名札や腕章も送信具に含まれる。ローマ帝国時代から持ち歩きできる財産として宝石は重宝されていたが、単ヤ技術の進歩により中世、ルネサンス期に金との融合が可能となったことに伴い、金と宝石が融合した同産、宝飾品が生み出された。金も持ち歩きできる財産として当時から重宝されていたが、宝石との融合により宝飾品として 姿を変えることにより、財産、または担保となりうる動産としての資産価値が高まり、欧州の宮廷文化に組み込まれ、今日に至る。宝石品の中心となる宝石は、天然石を加工、研磨、彫刻する宝石彫刻師によって生み出され、その宝石を中心に、宝石品のデザインを考える宝石デザイナーによって、図面化され、図面化されたデザインをもとにして、 金彩駆使が金を鋳造鋳造彫金し、宝石と金を石止めする加工を経て、宝飾品が生み出される。宝飾品には、宝石彫刻師、宝飾デザイナー、金彩駆使の専門家が携わっている。20世紀になると、資産形成の一環から宝飾品に使用される宝石を評価し、鑑別書、鑑定書を作成する専門家として、 宝石鑑定士という職業も関わることになる。なお、ダイヤモンドやルビー、金などを使用する宝飾品以外の製品、例えば銀やステンレスを中心とする宝飾品は資産価値が乏しいため、鑑別書、鑑定書が作成されることはない。そのことから宝石鑑定士の業務は資産価値がある宝飾品のみとされる。一般的に宝石、貴金属を用いて作られた。 ソーシングのみを宝飾品と呼ぶ。なお、欧米では素材に関わらずソーシングは全てジュエリーと呼ばれ、宝石、貴金属を用いて作られた。ソーシングはファインジュエリー、それ以外の奇跡などの素材を使ったものや安価なものはコスチュームジュエリーと区別されることもある。ソーシングの素材には鉱物、金属、焼き付け用セラミック、クリスタルガラス等ガラス、合成樹脂、 天然樹脂、木材、化石、海産物、動植物の体組織等が使われる。日常の環境による変化を比較的受けにくく、金属アレルギーなど人体に害を及ぼさないと考えられるものであれば、どのようなものでも使用されてきた。金属工芸の三大技法は蝶金、炭造、鋳造と言われ、貴金属ソーシング政策もこの全てが行われる。ソーシング分野ではこれらを、 彫金、単金、中金と称する。一般的にはこれら貴金属装信具の製作技法を総称して彫金と呼ぶ。また、キャスト製品を区別するために彫金、単金の2技法のみを指して彫金と呼ぶこともある。厳密にはこの3つの中の1技法のみ、タガネなどを使用して金属を直接に切削したり、文様や文字を彫り込むことが本来の 蝶金の意味である。金属製ソーシン具には量産品と、いわゆる蝶金による製品がある。現在見られるほとんどの製品は量産製品であり、これは期限前より存在する老型鋳造をルーツとするロストワックス鋳造法と呼ばれる方法で金属を加工されているものが主流である。金属工芸全体で見れば、ロストワックス法は大変に歴史が古いが、 貴金属送信具の分野では200年に満たない新しい技法である。これは作られるものが小さいために重力による溶解金属の流し込みができなかったことが一つの理由である。流し込む金属の量が少ないと溶解した金属の強い表面張力の影響で金属が鋳型に流れない。この問題を解決したのがガス圧中臓及び延伸中造である。 ロストワックス精密鋳造法は、遠心鋳造方式が発明された20世紀初頭より、特に、技法的には、金属へ複雑な形態を付与できることが、他の技法と最も異なる点であり、発明そのものの目的は、複雑な形態の原型をそのまま金属へ転写することである。このため、精密鋳造とも呼ばれる、長金、短金、中金の三技法以外には、 機械プレスによる製品がある。また近年では趣味性の高いものとして銀粘土が盛んである。その他、現在ではあまり多く作られない伝統的技法として粒金技法などがある。と金も重要な技法である。と金には安物、ごまかしというような悪いイメージが付きまとうためにコーティングと呼び方を変えることが多くなっている。銀や ホワイトゴールド製のジュエリーによく施されるロジウムコーティングとはロジウムメッキと全くの同義である。メッキも長筋、短筋、中筋と並ぶ伝統的な金属工芸技法の一つだが現在では軽視される傾向である。ロストワックス精密鋳造法が台頭する以前には現在ハンドメイドと区別される製法、すなわち長筋、鍛造が世界中で主流だった。 中でもインディアンジュエリーや東南アジアのジュエリーの人気が根強い。これらの製作技術はヨーロッパの宝飾技術が大航海時代以降に各地へと伝わったことにより発展したとされる。日本での飾りは配当例後に職を失った刀剣師たちが、一説には刀剣の炭造装飾技法やその他の伝統的な金属工芸技法にヨーロッパの宝飾技術、 デザインを取り入れたものが現在にも伝わる飾り色と言われているが、実際には伝統的な金属工芸の全てに関わりがあると考えられる。またロストワックスキャスト製品にもハンドメイドが存在する。キャスト製品はハンドメイドでないという見方があるが、実際にはキャスト製品であれば全てハンドメイドでないとみなすことはできない。個人制作家や小規模工房では、 ロストワックス法にしかできない造形を生かした一点作品もよく作られており、また本体の鋳造後に金属を直接切削する彫金を併用して制作される場合なども多い。これらは量産品とは別のものとして扱われるべきであろう。ソーシング制作の世界でハンドメイドという言葉が何を指すのかには決まりきった傾向や定義などは存在せず混乱が見られる。彫金 単金、中金等は、このすべてが貴金属送信具政策になくてはならないものであり、人類の歴史の中では極めて普遍的、伝統的な工芸技法である。その意味ではそのすべてが重要と言えよう。近年では3次元カナダドルと光造形システムに、ロストワックス法が併用された技術の発達も進んでいる。ジュエリー金属加工関連の職業山梨県、ジュエリーマスター認定制度。 ありがとうございます。